韓国自治体竹島で遊覧飛行日本政府や自民党の佐藤正久議員によりますと8月15日に韓国の自治体である京晶北道が竹島周辺において遊覧飛行イベントを日本政府の中止要求を無視し強行したことが明らかになりました。このようなな挑発行為ははされても文句は言えない 重大な事件になってしまっておりますので、日本政府には今後も同様の挑発が発生した場合は、戦闘機を緊急発進させ、厳しく対応していただくようにお願いいたします。以上になりりまますごご聴いいたただきありがとうございました